な、見つけた。こんな夜に首を外して逃げるなんて、ほんまにええ子じゃないなあ。な、ほら、何逃げようとしてるんは話してやないやろ、話してや。<laughs> しかも話すわけないし。なあ、あのさ、なんで逃げようとしたんえ 帰りたい。<laughs> 帰りたいってでもさもう自分がもう人間じゃないってこと知ってて帰りたいとか言うてんのもう君はなもう僕と一緒じゃないと生きていかれへんねんでだーもううっさいなーもう何度も言うてるやろ君は僕と同じ吸血鬼なんやでもう人間じゃないんやから <laughs> もう僕の元から君は離れられへんねんねそうやではいじゃあもうほら帰んでほら早くなあ痛いだってこうやって強く握っとかんとさ君って絶対逃げようとするやろほらもういいから帰んでああもうさあ <laughs> でももう今度こそもう君のことは逃がさへんであーめんどくさじゃあもうちょっと眠っときやもううるさいからさはいあおっ音危ない危ない <laughs> でももう今度こそ君のことは逃がさへんからな あ、起きたおはや <laughs> んああ、気がついた <laughs> ここっていつもの場所と違うやろでも実際な、同じ部屋におるのとは変わりないんやでうん気になるう <laughs> ん、だって君ってまだ吸血鬼になったばっかりやもんな 力をほとんど使えへんしうん鏡の世界にいたらどうなるかってわかるやんなアハハい嫌だ嫌だってほんまに君ってそれしか言わへんなあ,あ,あもうほんまにちょっと不愉快 <laughs> なあだからって外に出すわけないやろあのさ分かってんの 僕が今、鏡の外に行って、この鏡終わったらどうなると思う君はもう一生こっから出れなくなってまうねんで。<laughs> もう一人寂しくて、ずーっと鏡の中おるんやからな。うん、せやんな。嫌や,やろ。それやったら、うん、ほら、こっちにおいで。だから、 ちゃんといい子にして僕の言うことちゃんと聞くんやで分かっただって僕はな別に君とただずっと一緒に幸せに暮らしたいだけやねんで別に意地悪しようとかはないんやからうんほんまやったらこんな首輪だってつけたくないねんででも君ってすぐ逃げようとするやろなあ逃げへん もうそんなん絶対信じるわけないやろもうだから今回は絶対に逃げられへんようにこの鏡に閉じ込めてしまっておこうって思ってんだってそうしたら僕と君はもう永遠に一緒にいられるやろ <laughs> なこれってめっちゃいい考えやなって思わへんまあー僕って結構頭ええやろははは。<laughs> なあもうそんなに震えてもうてさ大丈夫やでおとなしく僕の言うことを聞いてちゃんと逃げんかったら優しくしてあげるんやからさっきも言うたやろうんあとそれと早く君も完璧な吸血鬼になってほしいからはい僕の血吸ってアハ <laughs> うん まだ自分からは無理かでも血を見せたらちゃんと吸ってくれるやんなはいはい僕の血ほらこれ僕のやで <laughs> 目が赤くなったうんええねんで我慢せんでもうん <laughs> なあよしよしええー、子やな僕の血を飲んで ちゃんと吸血鬼になんねんねよしよし <laughs> ああかわいいな夢中になっちゃってうんおいしかったかうんよしよしそれやったらよかったわあーでもさやっぱ改めて見て思うけど君ってほんまにかわいいなうんほらもっとこっちにおいでうん はい。ぎゅー。うーん <laughs> ー。ぎゅああ、もう僕は絶対君のこと手放さへんからな。うん。<laughs> ああ、もう僕の血吸ったら素直になる君もめっちゃ可愛いい。うん。あ、そうや。あのさ、内側からあの鏡を壊したら、 もう僕も一緒にここにずっと君と一緒にいられるねん。君ももちろんそのことに賛成してくれる <laughs> うん。やっぱそうやな。よしよし。ええー、子やで。じゃあ、鏡なんか割っちゃおうな。<laughs> はい。これでよしと。じゃあ、鏡終わったから、 僕とずーっとずっ一緒にいられるやんなほらもっとこっちにおいではいキューうん <laughs> もう素直で可愛い君も反抗的な君もどんな君でも僕は愛してるからな <laughs> もう僕たちの世界で 誰にも邪魔されんと一緒に幸せに生きような